にちは、ゆめなです。今日も手放すものを紹介していこうと思います。それでは始めていきます。今日で、なんと捨て活動画が第22回ということで、すごい続いているんですが、はい、今日はですね、過去の自分の謎のちょっとすぐなくしちゃうというところで溜まってしまったものなんですが、これちょっともうこれも白いものに関しても変色しちゃっていて、ちょっともうとても外でも使えないし、使っていてとても悲しい気持ちになるんですが、3つともイヤホンです。はい、私 iPhone になってからライトニングのイヤホンなので、これはこれで結構使うことはあったんですが、さすがにそのいらないですよね、こんなに。これは以前持っていたCD を聴くものに付属していたもので、結構音質もいいんですけど、もう何しろ本当に黄ばんでしまっていて、プラスその CD を聴く機械を手放しちゃったので、これはもうちょっといらないなっていうことと、あとこちらはですね、なくしちゃった時に急遽買った100円のどこの100円ショップかわからないんですが、イヤホンなんですけど、これはですね、100円のイヤホンって今いろんな値段があると思うんですけど、かなり昔に買ったものですごく音質が悪いイヤホンです。で、なんか音質も悪いし、ちょっと音もちっちゃい感じがしていて、でもう多分これも何年も iPhone に変えてから使っていないので、もう手放そうと思います。でこの間先日充電ケーブル の動画を上げた時には発見できていなかったものなんですが、3COINS のイヤホン今2つ持っていて、こっちに関しては充電できるんですけど、正直マイクロ USB の充電コードって結構たくさんあるので、もうこので短いのでちょっと使いにくいんですよね。なのでこれとあともう一つ合わせて、もはやこれはですね、ちょっと片付けをしていたら出てきたんですが、これはちょっとマイクロ何なんだろうっていうことで、マイクロ USB でもないし、テレビの HDMI でしたっけ、あれでもないんですよね。これはなんで持っているのかがちょっと謎で、なんかその Android でもこういうタイプはないし、これはねちょっと発見して、一体これは何なんだと思って、で使えるものが、この端子に使えるものが今持っているものであるかも探したんですけど、やっぱりなくって、なんだこれと、これに至ってはもう使えないですよね、ないので。ということで、はい、これもちょっとこの間一気に紹介すればよかったんですが、ちょっとこれとかは悩んでいて撮っておこうとは思ったんですが、ちょっと短いので。というわけで今日はですね、ちょっとぐちゃぐちゃなんですけど、イヤホン3つと、ケーブル2つの合計5個ですね、これを手放そうと思います。なんか昔すごいイヤホンをなくしていたんですよね、 Android 使っていた時も。それでなくすから高いイヤホンを買うのをやめようっていうことで、これでも今3個残ってるんですけど、一時期本当に各カバンにイヤホンみたいな時代もあったので減ったんですけど、これはさすがにもう使わないので手放します。はい、そんな感じで、今日の動画はこの辺りで終わりにしようかと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。